人工フードを食べるまでおっさんが面倒を見て。かわいいかわいい。周りが気になるね。トッパゲーのおっさん始まるよ。はい、どうもトッパゲーのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、お取り寄せ販売の方が1件入りましたのでご紹介したいと思います。ちょっとね、今回のお客さんは完全トリートメントを希望ということで、人工フードを食べるまでおっさんが面倒を見て、で食べるようになったらお渡しっていう、まあ、特別なトリートメントをねしないといけない答えでございます。できるだけね、おっさんが頑張って人工フードに慣れさせる訓練をねしてあげたいと思います。はい、ということでね、今日の午前中に到着いたしますので、また動画撮りたいと思います。はい、ということで到着しました。ね、早速開けたいと思います。はい、どうかな。あ、なんだこれは、二重梱包、すごい二重梱包でした。こちらがね、納品書でございます。はい、どうかな、大丈夫かな。あー、いたいた。あー、ごめんね。はい、いいですね、なかなかウインクした。かわいいかわいい、ね、ここに書いてますけど、ハイイエローさんですね。はい、無事に届いたということで、今からね飼育環境を整えていきたいと思います。このレプタイルボックスでいきます。はい、一応ね綺麗に洗ってるんですけど、で赤ちゃんなんでね、湿度もやっぱり高めにしといた方がいいですよね。湿度高めで。じゃあね、入ってもらいましょう。この中でね、すごいね、こっち見てますね。飼育環境の方はウェットシェルターですね。キッチンペーパーもいるかな。はい、とりあえずねこの状態で置いておいて、赤ちゃんが外に出たらね、キッチンペーパーとか引いて環境を整えていきたいと思います。こんな感じで。すごいね、カメラ見てきますね。かわいいね。うまくねゲルを食べてくださいね。水色のショップタオルに黄色がすごい映えますね。すごいすごい、頑張ろうね。人工フード、もうワンチャン一発でね食べてくれて、お持ち帰りかもしれないですけど、どうなることやら楽しみですね。ということで、次の映像はおそらくお客さんと一緒にこの子に人工フードを与えてみるっていう動画になると思います。じゃあ僕がやっていいですか。だいたい来てすぐっていうのは食べないんですよ、うん、でちょっと見せてあげて、ね、まだちょっと周りが気になるね。いける、あー、いけた、よかった。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいすごい、はい、すごいすごい、ね、食べ、うん、食べ食べ、ほらよかったね、いつでも持って帰れるよ。これで、ね、学校終わってね、あげたらいいんじゃない、ちょうど、ね、持って帰る。あ、手帰る。ケースはあるんですよね。ケースはあれちゃったですね。オッケー、餌とシェルターがあればいいですね。じゃあ。はい、ね、いかがでしたでしょうか。今回はね、プレミアムトリートメント希望のお客様のお取り寄せ販売の生態をご紹介しましたけど、今回はね、たまたま
一発でね食べてくれたんで良かったんですけど、まああれを食べてくれなかったらちょっと苦戦してたかもしれないですね。一応おっさんのお店ではレオパに限って人工フードを食べるようになってからのお迎えっていうのもやっております。まあ時間はかかるかもしれないんですけど、まあ、そこそこ高確率で食べさせれてるので、虫が苦手なお客さんでもねぜひおっさんにねご相談ください。そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。